ちょっと待って待って、デイリーランキング良いですよ僕たち。いやー、いやー、どう、はい、僕はですね、はい、とりあえず汗をかく前に涙を流してしまって完全にやられましたね。これはこんなサプライズがあると思ってなかったんで、ちょっとすごい迫力だったんで、ね、びっくりしました。ありがとうございます。で、本当にこの日があっという間に来たなって感じがするんですけども、でも今までいろんなことがあったんですけども、これからももっともっと皆さんと一緒に、楽しい思い出を作っていけたらなと思ってます。そして本当に今日も非常にデビューできて、いつデビューするんだろう、いつデビューするんだろうって言って、やっとできたんで、本当に嬉しいです。まだ実感はないんですけど、それだと、いつも皆さんに本当に支えられてますし、辛い時も、皆さんの手紙とか、ツイッターとか、ブログのコメントなど、中を読んでるので、元気もらってますし、あと、何より、PA のスタッフさん、そして、いつも、お父さんのお母さんに見守ってくれた住田ディテールさん、そして、一番近くで見守ってくれた瀬さんにすまれてるのは、ありがとうございます。ありがとうございます。今日50%だろ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。